暗いと不平を言うよりも進んで明かりをつけましょう。今日は昭和期の社会奉仕家の北原さと子さんという方についてお話ししたいと思います。北原さと子さんは大学教授の北原謙二さんと英子さんの4番目の子供として昭和4年に東京杉並区に生まれ、恵まれた家庭に育ちました。20歳の時洗礼を受けてカトリック信者になりました。洗礼名はエリザベスでした。さてその当時は終戦後間もない頃で、日本は混乱期にあり、物質的にも精神的にも極度の貧困状態にありました。東京の隅田川の琴戸橋周辺に空襲で焼け出された人や、戦地から戻ってきたけれども家も家族も亡くなってしまった人が200人ぐらい共同体を作り、掘っ立て小屋を建て、廃品回収で生計を立てていました。リアカーを引いて段ボール、鉄くず、空き缶、古新聞などを集めてお金に換えて、なんとか生活していました。小さいアリのように働くので、アリの会とも呼ばれました。北原さと子さんは、ポーランドの修道士ゼノ・ゼボロフスキーとの出会いを通して、通称アリの町と呼ばれた隅田公園の中にあるこの集落のことを初めて知りました。大都会にこんなに貧しい人が大勢いるということに彼女はショックを受けました。かねてから何か世の中に貢献することをしたいと願っていた彼女は、アリの町へ奉仕活動に出かけるようになりました。いわれのない差別を受け、いじめられるために学校に行かなくなった子どもたちもいました。その子たちに勉強を教えたり、おやつを与え一緒に遊んだり、世話をしていました。はじめは善意の押し売りと、お金持ちのお嬢様の自己満足と言われたり、なかなか受け入れてもらえませんでしたが、子どもたちが里子先生、里子先生と慕うのを見て、周囲の大人たちの心も変わっていきました。北原さんはやがて自分も汗を流してありの町の人々と共に労働をし、生活し、助け合いたいと思うようになりました。彼女は優秀な学生だったそうで、お父さんのように学者や医者にもなれたでしょう。けれども彼女は着物を着古したものに変え、自分も許可証である東京都の収集観察をもらって、その集落に住み込み、廃品回収を行うようになったのです。そこで病人や孤独な老人の世話もしました。大勢の人たちが朝になるとガラガラと第八車を引いて出かけます。北原さんは明るい笑顔で、いってらっしゃいと送り出し、夜何時であろうと帰ってきた人一人一人を必ず出迎えて、お帰りなさい、お疲れ様でしたと優しく微笑みかけました。文才があった彼女は、ありの町の子どもたちという自分の手記と子どもの作文をまとめた本を出しました。ありの町の人たちが立ち退きを命じられた時、この人たちが人間らしく生活できるところを作ってくださいと東京都に働きかけ、その努力も実を結びました。しかしながら体力的無理がたたり、結核を患いました。病で働けなくなった体を食いる彼女に、町の人から、ここにいてくれるだけでいい、あなたはありの町のマリアだと言われたそうです。
西洋のためアリの町を離れました。しかし病状は悪化するばかりでした。彼女は死期を悟るとアリの町に戻ることを望み、そこで人々のために祈り続け、昭和33年1月23日に28歳の若さで生涯を終えました。町の集会所で行われたお葬式に大勢参列しました。その死を悼み、自分たちと同じように生き希望の火を灯し続けた北原さんに心から感謝しました。何よりも人々の心に残っているのは彼女の微笑み、人々の疲れを取り除き心を和ませる明るい笑顔だったと言います。彼女が枕元に置いていた小さいノートにはたった一言、あなたは今微笑むことを忘れていませんかと書いてあったそうです。彼女はそのノートを開き、自分にいつも問いただし努力をしていたのです。彼女の生涯を思うとき、私は次の聖書の言葉を思い出しました。それはマタイ福音の25章です。それは世の終わりについて書かれる箇所です。イエス・キリストが天使たちをみんな従えて栄光に輝いてこの世界にやってきます。キリストの前に全ての人が集められ右と左に分けられるのです。そして王であるキリストは右側にいる人たちに次のように言うのです。さあ私の父に祝福された人たち、天地創造の時からお前たちのために用意されている国を受け継ぎなさい。お前たちは私が飢えていた時に食べさせ、喉が渇いていた時に飲ませ、旅をしていた時に宿を貸し、裸の時に着せ、病気の時に見舞い、牢にいた時に訪ねてくれたからだ。つまりこの人たちは大きな苦しみのうちにあった神の御子イエスを助け手を差し伸べてくれた。イエスはそのことを感謝し天の国に入るようにと言われるのです。すると彼らはイエス様にそんなことをしてあげた覚えは全くないので不思議に思い、次のように言ってお尋ねします。主よ、いつ私たちは飢えておられるのを見て食べ物を差し上げ、喉が渇いておられるのを見て飲み物を差し上げたでしょうか。いつ旅をしておられるのを見てお宿を貸し、裸でおられるのを見てお着せしたでしょうか。いつ病気をなさったり牢におられたりするのを見てお尋ねしたでしょうか。そこで王であるキリストは答えるのです。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。つまりこういうことです。あなたが生きている間、愛を持って関わってくれたこれらの小さくされた人たち、貧しい人たち、困窮する人々は実は私の大切な兄弟たちなのだと。彼らにしたことは他ならぬこの私自身にしてくれたと同じことだと。さあ用意された天の御国に入りなさい。これはまさに北原さと子さんに向けられた祝福の言葉であると思います。ここでイエスが言う飢え渇いた人、着るものがなく裸の人とはどのような人を指すでしょうか。その日の食べ物にもことかく貧しい人であり、戦後のすさんだ社会の中で隅に追いやられた人々がまさにそうであったと思います。服装は人の社会的ポジションをも表すものです。衣服は人に社会的な場を与え、人を一人前にします。
裸の人とは侮辱され心を傷つき精神的な屈辱を味わっている人なのかもしれません。また宿のない人とは人から受け入れられず身を寄せる場がない人、居場所のない人、憩える場がない人たちと言ってよいかもしれません。北原さと子さんはこれらの人々の心の痛みを受け止め真心からの愛に生きた人でした。困っているから助けてあげようと思う人はいますが、一緒になって苦しもう、悲しもうとまで決心するでしょうか。北原さんはそれまでの生活をすべて捨て、貧しい町の住人となって生涯を献身し、共に苦しみ悲しみを分かち合ったのです。彼女の心を突き動かしたのはまさに人々の苦しみに共感する心です。小さくされた人々に無関心でいられなかった、見て見ぬふりができなかったのです。物があふれ自分の殻に引きこもり自己中心的な人が多い今の時代です。日本が高度経済成長に入るあの時代に、まだボランティアという言葉もなかった当時、貧しい人、弱き人々を心にかけ無私の奉仕活動に身を投じ、謙遜で真の愛に生きた北原さんの生き方は私たちが忘れてはならないものを教えていると思います。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さいものの一人にしたのは私にしてくれたことなのである。マタイ25章40節。この番組で放送されたシスター渡辺和子さんのキリストの香り、福田務神父のキリストの言葉、今井美佐子さんの普段着の信仰の DVD を販売しています。お申し込みお問い合わせは電話 075-211-9341、 または心の灯火ホームページからどうぞ。ファクシミリや E メールでも受け付けております。